まずはじゃあ一番最初のバンドなんですが、はい、私からご紹介してよろしいですか、はい、まずは一番最初、皆さん車を乗ってこられた方も多いと思うんですが、ニュートラルというグループ名を持ったバンド、ニュートラル、ニュートラルということでですね、このグループの皆さん3人なんですけれども、はい、ボーカルが突然東京へ行ってしまったということで、てんてこまいの中で3人で一生懸命今日は演奏するということですので、はい、じっくり聴いていただきたいと思います。はい、はい、セッティングの方はいいですよ。いいでしょうか。どうぞ。はい、ではお願いいたします。それまで我々つながなければダメなんですよ。そうですか。じゃあちょっとお話ししますか。いや、どうぞ。じゃあセッティングの方をしてください。ということは、ボーカルの方が急にいなくなったということは、今までボーカルじゃなかった方がボーカルを取るということですね。そうなんですね。そこが聞きどころですね、今日はね。それが聞きどころなんですね。そうですね。でですね、はい、ニュートラルの皆さんは、はい、ティーンズミュージックフェスティバル東北大会に出たり、うん、そして爆発コンサート、はい、バトルライブなど、うん、数々のライブを、はい、ライブに出場しているんですが、はい、これからの活動もバンバンライブをやっていきたいということでした。そうですか。はい。まあ、トップバッターにはふさわしいバンドセミ、ソリじゃないや、ニュートラル。皆さん最初ですからね、盛り上げていきましょう。そうですね。はい、これから、大体4時間から5時間ぐらいの長丁場になりますので、皆様ですね、ぜひとも頑張ってずっと盛り上げてっていただきたいと思います。ちゃんと日傘を持っていらっしゃった方正解ですよ。今日はずっとこんな感じですかね。朝から雲が出た数数えてましたら10個くらいでしたかね。はい、どうですか。どうぞ、まだまだ、席の方ありますので、もし万が一お友達がこの場にいない方はですね、ぜひと今から電話をかけてきて、今中澤の中学校のところで、そうですね、ライブをやっているから来るようにと、いろいろ呼びかけていただきたいと思います。集めていただきたいと思いますけれども、なんかでも今日暑いんですけどね、皆さん暑いもの食べてらっしゃいますね。ビール片手に熱いもの、お兄さん食べてらっしゃるものは、はい、あ、カレー、いいですよね、カレーね、暑い日にカレーね、これから4時間の長丁場、カレーを食べて、はい、満腹の状態でちょっと頑張っていただきたいと思います。まあでも、風があるのでね、思ったよりはそんなに蒸し暑いって感じじゃないですよね。でも日差しが結構やっぱり強いですね、いつもより。蒸しやすいなら湿気もないし、そうですよね、すごくライブ日和になってますし。痛くないですか、日差し。もうお兄さん、なんかどこから焼けてもいいぞの状態で今日は裏表焼く予定ですか。あ、そうですか。じゃあここでずっと見ていたいと思います。焼け具合をちょっと状況を説明していきたいと思います。もしよろしかったらジーパンの方も脱いでいただきたいので、それはちょっと女性の方にはね、隠れて脱いでいただきたいのでどうぞ私の方もやっていただきたいと思います。準備は OK でしょうか。はい、はい、それではトップバッターニュートラルの皆さんです。どうぞ。
こんにちは。ちょうどね。ニュートラルです。1番目のバンドがあると思って、ちょっとリラックスしていたら、1番目になってしまったんですけど。今日は2曲だけの演奏になりますが、次が最後の曲ですね。皆さん、グリカマをご存知ですか？知ってる人だけでいいので、乗ってください。グリカマ。強かったですどういう歌なんでしょう。グリカマ、ボーカル聞きに行けば、はい、それではですね、どうぞ真ん中の、じゃあ審査員の皆さんにお話を伺っていきたいと思います。先ほどちょっとご挨拶を、ね、お願いしようと忘れてしまいましたので、まあ好評、まあ今のニュートラルに対する批評とですね、あと一言何かご挨拶をいただきたいと思います。まずは、審査委員長三上亮さんです。三上さんお願いします。こんにちは、三上と申します。今日は天気良くてすごい楽しみに東京から参りました。皆さん頑張ってください。
それで、早速1曲目なんですが、今の、曲の中でグリカマって本当に何でしょうか、意味っていうのがちょっとわからないですが棒を、グリルグリルなんとかっていうグリル焼肉屋ましてゴルフ場とそのグリルなんとかっていうところがつながってまして、そこの親父になった気分で作った曲でございます。グリルなんとかというところの経営者になった気持ちで書いた曲。レストランなんです。レストランの名前ですか。あ、なるほど。でもグル何でしたっけこれ、ゴルフ、あ、下になるんですよ、レストランが。あ、それで白玉が出てくるんですね。で、練習してくたびれてグリカマでちょっと軽くそれで感情を示した歌だったんですね。軽くお食事して帰ろうかと。そこがポイントですね。その割にはなんかもう少し楽しく聴けたらもっといいかなっていうような感じしましたので、くたびれてるんです。なるほど、わかりました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続きまして、株式会社マーク奈良崎さんです。はい、どうもこんにちは。ですね、最初はなんかちょっと緊張してたかなっていう気したんですけども、まあ1曲目の途中ぐらいからはかなり良くなってきたなと思います。で、僕もちょっとグリカマってのは全然わかんなくてですね、今ちょっとレストランの名前だって聞いたら、いや、どんなとこかなと、一回一緒に食べに行きたいなと思います。で、まあ今日なんですけども、まあ最近こういう、なんでしょう、アマチュアのバンドの、まあこういう演奏する場がすごく少なくなってるんで、まあ、今日みたいなですね、こういう場を設けられるというのはすごいいいことだと思います。で、ぜひいいバンドがいたらですね、目をつけて帰りたいと思います。よろしくお願いします。はい、では続きまして、ビクターエンターテインメント斉藤さんです。はい、お日柄もよろしく。今日皆さん頑張ってください。ですね、やはりよく練習してるなという気がしました。ベースの人とドラムの人がちゃんと合わせてるんですが、リズムの取りがちょっともたる時があるんですが、それがまた非常にいい味になってるのと、あと他の人はもう戻ってこないんですか。わからないですか。連絡が取れないんで。全然戻ってくるかも戻ってこないかもわからないんですよ。3人で OK だと思いますよ。あ、そうですか。うつむき加減に歌う照れくさい歌い方が非常にいいと思います。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。では、ちえみさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日は皆さん頑張ってください。1個目のバンドということで、なんか緊張されてたようなんですけれども、3人のその演奏にしてはすごくまとまってて良かったと思います。音もすごく太かったし、いい感じだったと思います。ただ扇目とかエンディングとかすごくリズムは決まってたんですけれども、細かい A メロとか B メロのあたりで、まあ、もうちょっと3人合うといいかなっていうところも何箇所かあったんですけれども、でもボーカル、ギターの人がボーカルですよね。はい、はい、結構鍛えればいけるかもしれません、ボーカル。お、うん、よし。頑張ってください。鍛えりゃ真似っていうことですよ。鍛えればね。頑張ってください。さあ、ありがとうございます。では、星野紗理奈さんからも一言お願いいたします。こんにちは。音楽のこととかよくわからないんですけど、歌ってる時と喋ってる時のギャップがすごいいいと思います。それが売りです。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。トップバッターニュートラの皆さんでした。皆さん大きな拍手をお送りください。はい、では続いてのバンドを紹介してください。